どうも、ヤラマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶丸ダニー、こんにちは、やいそー。さあ、本日の動画は練習的不思議なワードの言い回し、よいしょー。まつりだ、やいそー、やいそー、やいそー。まず、我々ヤラマイクカンパニーが住んでいるのが浜松市、はい、でこの浜松市は静岡県西部地域の一つなんですけども、うん、まあ、遠州地域というふうにも呼ばれてまして、はい、まあ、この遠州弁っていう方言がありますよっていうのは今までもお届けしているんですよ、うん、で、まあ、この遠州弁もね、あのいろんな特徴もあったりとかしてっていうのはずっと話してるんですけども、はい、まあ、あの今回ですね、あの話したいのは不思議なワードについてです、うん、で、しかも乗り物についてのところなんですよ、はい、で、もう先に、そのワード何かと伝えますと、うん、一つがケッパコで、もう一つがケットラなんですよ、うん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 、このケッパコとケットラっていうワード、うんうん、もう多分あの知ってる方であればピンときてると思うんですけども、はい、これが割とその独特というか僕らコンビでも起きたエピソードがあってというのをお伝えしていきます。はい、はい、で、このケッパコとケットラなんですけども、うん、まあ、これは乗り物にまつわる今日はお話で、うん、まあ、車なんですよね、うん、で車の種類が、ケッパコは軽バンで、ケットラが軽トラックのことなんですよ、うん、で、これ僕らがどんな時に生じたかというと、うん、本当にあれは浜松に、来たての頃ですよ。僕はだから、18年ぶりに、浜松に戻って生活が始まった、うん、そして大福くんは人生初の一人暮らしを、うん、浜松市という場所を選んでスタートしたばっかりの頃、はい、この今我々が座っているこのソファーがありますよね、はい、ね、これもね、そう思うとこの2年半お世話になってるんですけど、いや、どこでエモくなってるこのソファーを、購入したんですよ、はい、2人で買いに行きました、うん、で、その、僕らが思ってたのはこのソファーを買って、うん、後日、うん、配送されるものだと思って買ったんですよ、うん、要はあれは中古屋さんみたいな感じでしたよね。そうだね。そうそう。で、後日配送でいいねなんて言って購入したんですよ、うん、そしたらそこでどうやって運びますって言われていやちょっと今思い出すわ。そうそう。で、あれ配送ないんですかって言ったら、ごめんなさい、それはやってないんですよみたいな。で、まあね、しょうがないんだよね、そのお店のシステムだし、まあ、しょうがない、我々が勘違いしてるのがよくない。そうそうそう、知らなかった。でももう買っちゃってるし、どの道必要だし、うん、どうしようってなった時に、うん、僕がその幼馴染のしげくんに電話をしたんですよ、うん、どうしようみたいな、うん、運べるの手伝ってもらえるみたいな、なんか方法あるかなみたいな、うん、買っちゃってんだけどみたいなおっせ、電話タイミングおっせ。そうそう。で、でそしたらちょうど仕事が、終わる時間帯だったもんで、うん、じゃあケッパコだもんで取り行ってあげるよって言ってくれたんですよ、うん、で俺がそれをそのまんま大福に伝言したんですよ。シゲがケッパコで取りに来てくれるらしいみたいな、うん、って言ったら大福がそのケッパコみたいなそれは何ぞやみたいな、うん、そのワードがね、何それみたいな、何で迎えに来てくれるのかなと思ってたよ、うん、で俺はその時に、うん、確かにその描写って思い出すと久しぶりに聞いてるワードなんだけど、うん、あ、なるほどねってなってるの、もう聞いた段階で、うん、あ、ケッパコで取りに来てくれるんだ、うん、あ、よかったってなってて、うん、全部がもうそこでもう浜松モードになってて、うん、それをそのまま大福に伝えた時に、うん、もう大福のこの頭の上にハテナがめっちゃ並んでてその説明から入るみたいな、うん、で俺もでもその時に、うん、あれこれもしかしたらちょっと方言みたいな感じなのかもねみたいな感じになったんですよね、うん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 、で、まあ、それがきっかけだったんですよ、うん、で、まあ、後々例えば僕その後農業のアルバイト、うん、農作業のアルバイトをさせていただく時に、うん、やっぱそのケトラと、ね、みんな言ってたんですけども、うん、まあ、軽トラックに乗る機会もあって、うん、
で僕運転免許持ってるんでそのケットラを乗ってちょっとなんか、運んだりとかもしてたんですよ、うんうん、でケットラケットラって普通に飛び交ってるしさ、うん、なんか例えば僕があの浜松の父さんっていうキャラクターでそのケットラっていうワードを出した時とかも、うん、やらまいかクルーの方が、うん、いや久しぶりに聞きましたみたいな、うん、今浜松離れて遠方なんですけども、うんうんうん、ケットラ久しぶりに聞けた懐かしいみたいな、うん、でやっぱ軽トラとはねイメージつくんですよね、うん、大福くんも、うん、でもなぜここにちっちゃいつでケットラになってんのかマジで不思議これ本当に不思議なんですよ。でまあ僕はねそれをもう浜松に帰ってきて、うん、大福くんにねそのケッパコでまず1個ハテナが浮かんでるし僕もその後すぐに農作業のアルバイトした時に、うん、聞き馴染みはあったけどよくよく考えたらなんでちっちゃいつでケットラなんだろうみたいな、うんうんうん、こうケッパコとケットラはめっちゃ不思議だからねそれでその大福にも話してね、うん、あの要はケッパコが軽バン、うん、でケットラが軽トラなんだよって言った時に、うんうん、へーみたいな、うんうん、これ不思議だよね。ケッパコはやっぱ聞いたことなかったな。とにかくこの2つはねこっちに帰ってきて、うんまあ、僕は懐かしい言葉だなと思ったし、うんうん、大福はやっぱ最初聞きなじみがないというか、うん、びっくりしたっていう話なんですよね、うん、であの今回これ演習的というふうに言ってて、うん、どこまでの地域でこれが伝わるのかが分かんないんですよ、うんうんうん、要は静岡県全体で見た時に、うん、じゃあ中部の方とか東部の方は伝わるのかが分かんなくて、うんまあ、なので今回は演習的という風な言い方にしてます、うん、だからそのなんて言うんでしょう近くの県近隣の県も言ってる可能性はあるんですよ、うんうんうん、だからそれはちょっと気になってはいるんですけども、うん、まず今日はその我々が浜松市に住んでて、うん僕の身の回りで実際に起きたこと、うん、で大福もそれを一緒に、いて聞いたりとかしてるので、うんうんまあ、この浜松を中心に、まあ、演習的という感じではお届けしてるんですけども、うん、どこまでの方に伝わるのかめっちゃ気になるそうそうそう、うん、であんまりねこれが直接なんか方言というような形でも出てこないから、うん、言い回しというか、うん、なんかそんな感じなのかなっていうふうにも思ってるんですよね、うん、だ結構気になるんですけどもまあ多分おそらく我々のチャンネル見てくださってる方であればこの2つのワードは結構本当に聞いてきてると思うので、うん、あのね皆さんの地域でも、言ってますとかっていうのはぜひ教えてほしいなという形です、うんはいということで、うん、まああのぜひこのケッパコケットラにまつわるエピソードだったりとかなんかどこどこの地域に住んでますとかっていうのがもしあればあのぜひコメント、ください。お待ちしております。はいということで高評価とチャンネル登録よろしく頼むに以上やらまいかカンパニーとチャンネル登録よろしく頼むにやらまいか次の動画も見てね。